ジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィックはアメリカ合衆国の作曲家。チャールズ・アイブズ以前の世代ではアメリカ楽団の重鎮の一人であり、ホレー・ショパーカーやマクダウェルと並ぶ19世紀アメリカ人作曲家の代表者であった。学問に理解のない父親によってハイスクールを中退せざるを得なかったため、その前半生において自立心の強い独立、独歩の性格を培った。 ついに父親と反目した後、同世代のアメリカ人音楽家の多くに習い、専門教育を求めてヨーロッパに渡り、ドイツに留学して、ライプツィヒ音楽院でザーロモニアーダスゾーンとかあるライネッケに、後バイエルンのミュンヘン音楽学校でヨーゼフ・ラインベルガーに作曲を学ぶ。帰国する前にアメリカ人の放浪画家の一団に加わって、フランスに行き、 パリ音楽院でフランクに支持せんとするが、この望みは夢に終わった。アメリカに帰国後は、個人教師や教会オルガニストを副業としながら、作曲家や指揮者として地道に活動を続け、ついに成功を収めた。1897年には、ニューイングランド音楽院院長に迎えられている。教育者としては、音楽理論を抽象的に講義するよりも、創作。 解釈の実践にかなうように実用的に説明することを得意としていた。皇帝の一人が保冷ョ・パーカーであり、チャールズ・アイブズはチャドウィックの孫弟子にあたる。神経質なパーカーとは対照的に、チャドウィックはザック・バランな口調と飾らない人柄、辛口だがユーモアたっぷりの発言で知られていたという。チャドウィックは19世紀末のアメリカ人作曲家の中で、 おそらく最も想像力に恵まれた一人であった。ヤーダス・ゾーンやラインベルガーによって高度な作曲技法を叩き込まれていたため、同時代のヨーロッパの作曲界の最先端にも通じており、メンデルス・ゾーンやブラームスのような技古典的な作風から、新ドイツ学派のより華麗で繊細、色彩的な作風に至るまで様々な作曲様式を自由に操ることができた。 チャドウィックの優れた才能と技術力は、とりわけ還元楽曲において伸びやかに発揮されている。一方でチャドウィックは、いわばアメリカ国民学派の提唱者であり、自らその可能性を探求しただけでなく、門弟にもその道を進めた。様式的に言えば、ドイツ時代に学んだドイツオーストリアの作曲家を模範に仰ぐだけでは満足せず、 アメリカ国内やカリブ海の民族音楽の影響を積極的に受け入れている。アメリカ帰国後のマクダウェルや個人的にも親しかったエイミー・ビーチなどもチャドウィックの作風に影響されている。公共曲第2番遍路町長においてはドボルザークがアメリカ人作曲家に推奨する以前から自国の音楽的素材が利用されており、アマツサエ・ドボルザークの 新世界公共曲への影響も垣間見える。タバスコなどのオペラのほか、三つの公共曲、シンホニエッタ、弦楽セレナーデ、五つの弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、死の天使、アフロディーテ、タモシャンターなどの公共詩リップ・バン・ウィンクル、エウテルペー、タレヤ、メルペメネーなどの演奏会洋上曲、機械音楽、歌曲、合唱曲がある。 パーカー以外の門人には、ヘンリー・ハドリー、フレデリック・コンバース、ダニエル・グレゴリー・メイソン、ウィリアム・グラント・スティル、フローレンス・プライスなどがおり、それぞれ現在では、再評価が進められつつある。ありがとうございます。